かっこいいね。結構当たるな風。よいしょ。めっちゃ引いとんな今日。おはようございます。さあ始まりました、釣り奇妙の世界。私漢字三文字で釣り奇妙と申します。申しました。本日は岡山県下津沖にございます向島の馬の丘に来ています。マップオン。はい、場所はここにあります。本日はですね、西風がだいたい10メートルぐらいの、強風になってるんでね、ちょっと風裏チックな、馬の丘をチョイスしてみました。で、朝一番ね15頭ぐらい昭和ジグリングロッドを振ったんですけど、もう全く青もの反応なしということでね、今日も浮かせ釣りで死ぬマダイを狙っていきます。今日の目標なんですけども、死ぬマダイを5枚釣っていきます。今日も一日頑張るぞ。シュッ。じゃあやっていきます。よろしくお願いします。さあ最近ね深瀬釣り絶不調なんですよね、釣り奇妙はね。なんで今日は頑張って深瀬釣りでいいやつを釣りたいね。今日ねやっぱりこう昨日が大爆風だったから、海がだいぶ濁ってんですよね。ちょっとだいぶかき混ぜてくれてるんじゃないかなと思うんだけど、こう左の方に流れてますね。結構今日はね、朝から下げて8時台に最干潮かな。でそっからは揚げ1本の釣り場になってます。で、ここの馬の丘はね、真西の風だと少し風裏になるんですよ。なんでまあいいんですけど、マンションだと釣り場がねだいぶ後退しちゃうんで、とりあえず増えてきたらね、あそこの白い岩があるでしょ、ペンキで塗られて、あの白ペンに移動しようかなと今思ってます。やっぱねこう下りがそこに今見えてるんですけど、海がね濁ってるんで水深がよくわからないですね。まあ根がかりしたら浅くしていこうかな。浮き場ね今日は 3B を使ってますね。でガン玉は B と G5 を使ってます。なんでまあゆっくりめに落としていく感じに今日はしてますね。これ釣り人あるあるなんですけどね、餌がねめちゃめちゃ取られるときはイライラするし、餌が全く取られなくてもイライラしちゃうっていうね、どっちやねんっていう感じなんですけど、今は餌が取られないんで取られてほしいなと思う次第ですよ。当たりもないし。そしたらね、餌取られたんでオキアミにコーンをね、これでアピール力をアップします。アップですね。よいしょ、ふいっと。
した。来ました。なんか怪しい引きやったけど。なんだろう。なんか変な引きやな。お。本命。よし。釣れました。一匹目。はい、チヌちゃん。これはチヌちゃんです。今ね、なんか釣れたやつが浮きがペロって一回反応があって、その後にこうだいぶ待ってね入ってたんですよね。だからもしかしたら棚がねあんまり合ってないのかもしれないから、もうちょっと浅くしようかな。1メーターぐらい浅くして、今だいたい、いや、7メートルぐらいね。で、オキアミ込んでくるね。よし、これは来たぜ。おっと、そこそこいい引きをするぜ。チヌチヌ、ちょっとサイズアップした。よいしょ、ういよー、はい、ゲット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 。はい、チヌ2匹目です。 OK、よし。ちょっとね、場所をね変えました。っていうのはなんかね、あんま釣れない。でね、今ねこう沖の潮がこう右から左に流れてるのと、こっちは左から右に引かれてるんでね、右の種が釣るんで左の種で釣ろうかなと思ってます。で、浮き下はね今はね5メートルぐらいに設定されてるんで、そのまんまそれでやってみます。おっと、これはお魚さんの引きやな。おっと、おお、チヌや。よいしょー、釣れまちった。ほら、チヌ。チヌの巻。あれあれ。チヌの巻。ちっちゃいな。こんなんしかおらんで。よっこいしょ。めちゃんこ厳しいな。さあ、白ペンにね場所変わってきました。釣れないんでね、馬の子が。白ペンが釣れるかどうかもわからんが、
どんどんね、満ちてくるんで、今度はどんどん逃げていかなきゃいけないっていう感じなんですけどね。ここのね、場所はね、だいぶ水深は乏しいんですよね。なので、こう、負けで、チヌがこう沖から入ってきてくれないと釣れないっていう感じ。まあ、ちょっと今日は、チヌのカスがあんまりないんでね。まさかの馬の丘で言うほど釣れなかったんで、どうなるかな。よっしゃー、よっしゃ、まともサイズ釣れた。よし、やった、まともチヌ。よし、今釣れたたらね、2キロちょいなんですよねもうなんで GoPro、で結局ね、潮がこう手前からもう早いんで、あの2キロぐらいでそんな遠く投げずに駆け上がりの際をね流したら釣れましたね。でもう巻き絵はね、潮紙に打ってもう合わせずにやったら釣れましたね。さあ、おっすごいなこいつ、あと積もりあるんだよね。どこにいるんだ。積もりがあるんだよな。おお、吸ってる吸ってる。ビッグサイズ、やったぜ、やったった、でかいやった、ビッグサイズ、ビッグビッグサイズ、イエーイ。見て見てこれ、よいしょ、ビッグサイズ、いいチヌやね。よしよしよし、
おるでおるで、寄ってきたで。白ペン爆発や。いやー楽しい。およっしゃ、よし、また持ちぬ、イエイ、よし、しぬちゃんありがとうございます。よし、だなんかタイが下がった。あ、タイだ。やりタイタイ。タイちゃんでー。おー、タイタイタイ、ありがたい。サイズが下がってる。サイズが下がってる。おお。こりゃ。サイズが下がってる。サイズ下がった。サイズが下がりました。でもありがたい。おっしゃ、来た。来た来た。サイズが下がったけど、なんでやろうか。しんちゃん、ありがたい。お疲れ様でした。本日の目標なんですけども、なんと達成することができました。消火写真をドン。はい、いやー久しぶりにね、44センチのチリが釣れました。はい、もうね苦労しました。あの朝一ね馬の丘に行ったんですけど、馬の丘はねちっちゃいチルで不発で、ダメ元で白ペンの方に移動してきて、で最初は深めをやったんですけど、深め食わなくてこう潮が満ちてきたんで、その足場、あの最干潮になって歩けるぐらいのちょっと先ぐらいを駆け上がりがあるんですけど、そこを2キロぐらいでね、こう浅田のでやったらバゴンバゴンバゴンって、帰り間際はね結構入れ食いで、もうちょっとやったら釣れるかもしれないんですけど、本当良かったと思います。ご視聴ありがとうございました。
また会うその日までバイ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 シュッ。はい、動画のご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらこちらこちら。チャンネル登録コメントもお願いします。バイバーイ。